こんにちは。まずは問題の内容を説明していきますね。見た目が同じボール10個すべてを、見た目が同じということはボール自体には区別はありません。このボールを ABC の3つの箱に入れるとき、ABC というふうに名前が振ってありますから、箱自体は区別します。このボールの入れ方は何通りありますか？ただし、どの箱にも少なくとも1個は入れるもの。絶対に1個入れないといけないんで、ボールが入っていない箱、0個になっているような箱はないものとします。こういう問題ですね。では問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。それでは問題の解説をしていきます。場合の数の問題っていうのはちょっと難しくなると、中学受験の問題でも高校受験や大学受験、まあ大学受験と言いますとちょっと言い過ぎな気がしますけども、高校生の参考書でも基本問題で載ってそうな問題ですね。こういうような問題まで出てきます。まあ解き方としてはね、中学受験、小学生らしく書き出しで書いていく方法と、ちょっとしたテクニックですね、コンビネーション、組み合わせの式を使って解く方法と、まあ何通りか考えられるんですけども、まずは小学生らしく書き出しでやっていこうと思います。まず、見た目が同じボール10個を ABC、これ区別がありますけども、これ区別関係なしに、とりあえず3つに分ける書き方ですね。これを考えていきます。できればね、順番に書き漏らしのないように書いていきたいんで、ボールの数で小、中、大。まあ、不等号の記号を使うとね、ちょっとね、小学生としてはどうかなと思うんですが、まあ、ギリギリこれ大きさの順番で分かるようにっていうふうに考えてます。小さい順に、まずは3つに分ける書き方ですね。書いていきます。一番小さい数。0はダメなんで、1、1、8。こんな感じですね。1、1、8。これで3つに分けました。1固定して、残り9っていうのをどういうふうに分けていくかというと、1、2、7、1、3、6、1、4、5。で、ここまでいて1、5、4になると、この順番逆転してしまうから、1がスタートするのはここまでですね。次、一番少ないのが、一番少ないのが2の場合。これより多い、これ以上なんで、2ですね。2足す2で4、あと残り4。じゃあ2を固定して、2、3、5、2、4、4。ここまで考えますね。はい、次、一番少ない数。これを3とした場合。3、3、残り4。こんだけになります。書き出してもらっても、3つに分ける方法っていうのは、こんだけしかないですよね。で、この場合っていうのは、まだどれが A、どれが B、どれが C っていうような区別はつけてないんでね。この場合、じゃあ ABC に分ける方法何通りあるかな、この場合何通りかなっていうふうに考えていきます。で、この時にね、1、1、8、1、2、7、1、3の方はありますけれども、大きく2つに分けます。どういうふうに分けれるかっていうと、このように1、1と同じものが1、1って含まれてるやつですね。これ。とか、226。これも同じのが含まれてますね。244。244が同じですね。で、334。これと、127、136、145、235みたいに、全部バラバラのもの。こういうふうに2種類に分けれます。じゃあ、こういうふうに118みたいになっているものですね。これを ABC の箱に入れるとき、何通りあるかっていうと、118、181、811。こういう風に、8が ABC のどれになるかっていうのを考えてやると3通りあります。これは3通りと。あとはね、226も一緒ですよね。6が ABC のどれになるか。これも3通り、これも3通り。こういう風にわかりますね。じゃあ、127みたいに全部バラバラのやつ。これもね、書き出して書いていきますね。127っていうのは、1が A で、27か72。こういうやつですね。2が A の場合。残り17が17か71。7が A の場合。12か21。この6通りですね。まあ、ここら辺ぐらいだったら並べ替えの問題なんで、3×2×1 で6通りっていう風に出してもらってもいいと思います。これは6通りです。じゃあ同じように全部バラバラになっているものは6通りですね。じゃあ書き出すだけでこれで全部で何通りかっていうのを出すことができますね。はい、計算してみましょう。3が1、2、3、4。6が1、2、3、4なんで、3×4 足す6×4で、36通り。こういう風に出すことができますね。
それでは今度はコンビネーション、組み合わせっていう考え方を使うやり方になってきます。小学生では、ね、普通教えないんですけど、場合の数で、ね、答え出すときにはこういうのを使って解いた方が早い場合もあるんで、簡単なことなんで覚えてもらった方がいいんですけども、詳しいことはちょっと動画が長くなりすぎますんで、他の人の動画なんですけど、かなり詳しく説明されている動画がありますんで、それを説明欄の方に貼っておきますので、もし興味があったらそちらの方の動画を見てもらえたらと思います。具体的には5つか5個のものから2個選ぶ、こういう日本語で書いたものを 5C に、まあ選ぶっていうぐらいの、まあ組み合わせっていう意味で考えてもらったらいいですかね。 5C にっていう風に書いて、 5×4 を 2×1 で割って10通り、まあこういう風に出すような方法なんですけれども、この考え方を使ってやっていきます。どういう風にしていくかっていうと、見た目が同じボール10個ですね。これ10個ちょっと並べてみます。1、2、3、これで10個です。こういうふうに10個並べます。これをね、3つに分けます。分け方としてはいろいろありますよね。A がどんだけ取りますか。例えば A が3個取ります。で、B が4個取ります。で、C が3個取ります。こういうふうに ABC っていうのを順番に取っていって合計10個になりますよね。この時にこういうふうに区切りを入れてもらって、区切りよりこっち側ですね、左側が A、真ん中が B、右側が C っていうふうに分けます。この区切りってどういう風に入れてもらってもいいんですよね。区切りを分けてもらったら、左、真ん中、右っていう風に考えます。そうすると、この10個の中でこの区切りを入れれる場所ですね。これを考えてみると、区切りを入れれる場所はここか、ここか。4、5、6、7、8、9、9箇所ありますよね。この9箇所から2つを選んで区切りを入れてやればいいと。じゃあ、そのような2箇所の選び方っていうのは、9、4、2、こう書いてもらって、9×8 を 2×1 で割ってもらったらいいですね。そうすると、約分してもらって、9×4 で36通り。こういう風に出すことができますね。ちょっとね、知ってる知識が多かったら、全部書き出しして、その並び替えっていうのを考えなくても、計算一発でこういう風に出てきますよね。では、今のは、どの箱にも少なくとも1個は入れるっていう条件がありました。0個の箱があってもいいような場合、どういうふうな計算してやればいいんでしょうか。この問題でもそのような考え方、使う解き方も出てきます。どういうことかって言いますと、少なくとも1個は入れるっていう条件があったら、0個の箱がないように、先に1個ずつ入れておく。ABC の箱に先に1個ずつ入れていってしまえば、10個のうち3個ですね。残り7個の入れ方。これを考えてやればいいです。じゃあ7個のものを0も含めて3つに分ける方法って何通りありますか？こういう風な分け方ですね。さっきと同じように丸を7個並べて、これを区切っていくっていう方法でいくと、絶対に0個のものって出てこないですよね。0個のものが出てくるっていうことは、1、2、3。で、ここに区切りを同時に2つ入れたような、こういう風な並び方を考えないといけないんですね。この場合だったら3、0、4ですね。3、0、4に分けたっていう風に考えられます。じゃあ、どういう風に工夫してやればいいかっていうと、ここに区切りを入れるんじゃなくて、この7個と区切りの棒、これを並べると考えてやったり。これの並べ方は何通りありますかっていうふうに考えてもらったらいいです。丸に対して棒、ちょっとわかりにくかったら棒じゃなくて、×にしてもらってもいいです。こういうふうに、×、×。丸7個と×2個の並べ方、合わせて9個ですね。9個のものを並べるんだから、こういうふうに9箇所、場所を用意してあげます。これで4、5、6、7、8、9。ここから2個選んで、×を入れてやれば、勝手に丸が入ってきますよね。じゃあ、9個から2個を選ぶ選び方になるんで、計算としては 9C2 ですね。9×8 を 2×1 で割って、36通りと、こういう風に出すことができますね。中学受験の問題で基本的に解き方書かせる学校もありますけど、回答だけっていう学校も多いですし、解き方に対しては別にどんな方法で解いても構わないっていう形になってます。で、まあ一応ね、これを使わなければ解けないみたいな問題っていうのは出ないようになってます。最初にあったように書き出しでできますよね。ですから小学校の範囲ですよね。もっと知識持ってる人はこういう計算を使ってやっても構いませんよ。こういうスタンスで入試問題作られてる学校が多いんでね。ちょっと知ってることであったらすぐにできるような計算ですね。特にまあ場合の数はコンビネーションと。
それ以上のことってのはあんまり知らなくてもいいんですけど、これ知ってたら計算が簡単になるっていう問題もいっぱいありますんでね、検算程度にでも頭の中に入れておいてもらえればね、だいぶ楽になるんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いいたします。